はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。最近の話ですけども、最近孫の手です。2本ある理由として、こっちがメイン、こっちがサブというか予備というかです。ちょいちょい背中ね、痒くなるんですよ。おじさんだからかな。なんか昔こんなの持ってなかったんだけど。で、何の話かっていうと、最近までこれがなくなってたのよ。多分半年近くなくなってた、このメインがね。どこ行ったかなみたいな。結構こう探したんだけど、なくて。いや、大体さ、部屋の中以外に使うこと絶対ないじゃん。なくて。で、結局、ベッドの下が先週出てきたのよ。まあ良かったんだけど。でそれまで半年近く、まあ、5ヶ月ぐらいかな多分、この予備のもね、これプラスチックなのよ。おお。ちょっといや、いやこれわざとじゃないっす。いや、まあそのあれを見せようとしたのよ。何が言いたいかというと、これミシミシ言ってたので、要はこのメインがなくなって、この予備をずっと 4,5 ヶ月使ってたわけよ。でこう背中をかくたびにさ、こう 手元にね、ミシミシ、しかも耳がさ、こう近いの。自分こう右でね、こうやるなら、これね、メインに持って、こうやって、こうやるわけよ。だから、ちょうどね、この、孫の手のこの辺から、ミシミシミシ、こう耳元でさ、すんげえミシミシ聞こえてさ、これ、近いうち折れそうだな、とか、思ってたのよ。だから本当に、こう、いやもう、もともと言ってたからね、ミシ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 。で、今、こうやってやるんですよって、ちょっと近いでしょ、パキ。わざとじゃないです。絶対近いうち折れるなと思ってたんですよ。で、動画的に何が言いたいかというと、孫の手を買いに行ったのよ。だからメインがなくて、予備使ってて、予備が折れそうだなって、100均に何件か行ったら、孫の手が売ってなくて、100均に。ダイソーに行ったんですけど、売ってなくて、たまたまかもしれないけど、3件ぐらいもあって、1件も売ってなくて、マジかって思ってたんですよ。でね、反対にこうなんかゴルフボールみたいなのついてたりするじゃないですか。売ってないっていうよりは、正確に言うとプラスチックが売ってるのあったのよ。でもプラスチックはだからもう折れそうだからさなんか怖いね。木はさ、もう木はそうそう、こう結構力入れようがさ、もう簡単に折れない、ね、木っていうか竹か、全然折れる感じじゃないけど、こう折れそうだったからっていう話です。で最近こうちょっと掃除とかいろいろしてたら出てきたあ、よかったみたいな、よかったよねちょっと待って、予備あのこの竹のやつがあったら竹のやつ買いきたいですけど、ちょっと話長くなりましたはい、ということで、質問の方を読んでいきたいと思います。まず一つ目の質問でございます。こんにちは。毎日楽しい動画配信お疲れ様です。今回質問があり、コメントしてます。ラウンズさんはこれから先の季節、晩秋から、春先に、調光されるときに着用される、レインウェアや、防寒着などを着用した後の手入れはどうやってますか？ご存知の通り、深瀬釣りは、竿やリールをはじめ、バッカン、クーラーボックスなど、使用後に洗ったり、メンテをしないといけないものが多く、人にもよりますが、調光した日は前日の寝不足や疲れもあり、帰宅して、タックルを清掃した後にウェア類の、手入れがめちゃくちゃ苦になります。ラウンさんがやっているウェア類のお手入れを教えてください。質問の際に毎回長文になりすいませんという、質問が来ております。ウェア類ですか。ウェア類、持ってきました。ウェアですね。まあ、多分このこれはレインウェアです。ちなみに。レインウェア。雨、カッパです。大きく言うとカッパです。防寒着じゃないですよ、これ。でも大体冬に着てる。暑がり屋なんで。暑がり屋だから、防寒着っていうのは大体自分はレインウェアで十分みたいな。レインウェアだけでも風通さないから、中のこう着てるミドラーとかで、もう全然変わるのよ、体感がね。まあ、超寒い時、朝方とか寒い時は、ちょっとこれじゃ寒いなっていう時もあるんですけど、でも日がもうね、昇ってきたらすぐ暖かくなるんで、そんなにこう防寒着って着ることが少ないんですよ。で、これちなみに、これ洗濯した後です、ちょうど。
はい、洗濯は洗剤はですね、普通の洗濯用洗剤ナノックスっていうあの洗剤を普通に使ってます。で、手洗いの洗濯なんだけど、普通にバケツね、まあ、うちアクアリウムやってるから、アクアリウムのその、まあ、15リッターとか20リッターとか25リッターとか結構でかいバケツあるんですよ。で、そのバケツに普通に水です。水、お湯は使わないです。うん、お湯は何でもそうだけど、もう傷むものがいい。で、これゴアテックスじゃないんですけどね、ゴアテックスじゃないですよ、ファイヤーブラッドのね。あとで説明しますけども。で、まあ、これの、まあ、洗い方、まあ、ゴアテックスも一緒なんですけど、まあ、バケツに、まあ、普通水溜めて、で、普通に洗剤、洗濯用洗剤をちょっと入れて、容量分ね、ちゃんと入れて、で、手でぐしゃぐしゃ、こう、押し洗いっていうのかな、混ぜながら、こう、押して、みたいな。ゴシゴシとかしない、こう生地をこうやってゴシゴシとかはしない。もうよほどなんか汚れてて気になるとこがあったらやるかもしれないけど、大体こう何だろう、洗濯機の感じというか、こうバケツの中っていうのかな、中のこれをこう回しながら押してみたいな、回しながら押して、こうこっちに押してこっちに押してとかこっちに押してとか、こうちょっとある程度混ぜながら押し洗いですね。で、その後にすすぎを3、4回繰り返します。で、特にこの袖の中とか、ね、こういう中とかをちゃんと洗い流せるようにすすぎをしました。もう全部水です、ちなみに全部水で、すすぎ終わったら今度は2バックスですね。2バックスのまあ容量の、まあ、順番ね、3分の2ぐらいかな、半分よりちょっと多いぐらいかなって、まあ、溜める水の量も少ないんだよ、5リッターぐらいね、5リッターぐらいにして少ない量で2ワックスも少なめにして、まあ、それ混ぜて、で、ある程度つけておくと。確か2ワックスの説明にもちょっとしばらくつけておいた方がいいみたいな、もう確か書いてあった気がするんだよ。だから、そう、ちなみにお風呂入ってる時、するのよ。だからそのお風呂入ってる間にこれを先に洗ってね、で、2ワックスまでつけておいて、体とかいろいろ洗って出る時に一緒にこれも軽くすすぎ洗いっていうのかな、しまして、で、そのままあと乾燥させると。で、水がポタポタ垂れるんで、しばらく風呂場の中というか、その中でこうハンガーかけてしばらく置いときます。どうしてもね、こう普通の服とかと違って絞れないんですよね、うん、だから普通にこうやってしばらく置いてて、一晩ぐらい置いておけば、まあ、垂れないぐらいには水が落ちるんで、そこからこう部屋に持ってったりとか、部屋干しするとか、まあ、そういった感じですね、自分は、はい、で、さっき言ってたゴアテックスじゃないんだよ、ちゃんとリミテッドプロね、リミテッドプロの、まあ、ファイヤーブラッドバージョンですよね。袖にも書いてある、ファイヤーブラッドって書いてあるんですけど、これね、もうシマノで、まあ、売ってないやつなんだけど、これね、まあ、カッパなんだけど、うん、本当にね、ゴアテックスじゃないからめちゃくちゃ熱いで、ここにね、空気穴が開いてる、ね、背中のところにこう空気穴前は開いてないか、ここは確か、ここはね、確かポケットやから、ね、ポケットですね、あ、こう開いてるか、ちょっと分かりづらいけど、この脇のとこね、脇とこの背中に2箇所エアダクト、エアダクトじゃないけど、なんかそんな感じで、ズボンもそうだね、ズボンもさ、ここかな、ここじゃなかったっけ、で、ここですね、ここポケットに見せかけて、実はこう分かるかな、実はこんな感じで、エアダクトじゃないけど、ここね、ここポケット、ここにこれあるから、ちょっと分かりづらいけど、ここにポケットあるの、ポケット、まあチャックがこうついてますけど、上のちゃんとポケットがあって、この下にエアダクトがあるという、まあ、ちょっと島ので一時期出てた、なんていうかな、ゴアテックスじゃないレインウェアです。うん、多分なんとかファイヤーブラッド EX じゃないけど、なんかそんな塊ではなかったかな、簡単に言うと分厚いビニールのカッパです分厚いビニールのカッパそう、だからゴアテックスじゃないんで、ビニールだから、簡単に言うとね、分厚いビニールだから、まあ土砂降りになろうがなんだろうが、水が漏れ、侵入してくることは ないんですよねないんですよ。これね、なんで洗ってたかっていう、まあ、話をすると、これですね、10月の初めの方に、長崎遠征に行ったんですよ、地ぬつりでね。
でその時に土砂降りだったのよまあ土砂降り、まあ軽い土砂降りぐらい、結構まあ雨降ってたのよ長崎遠征で、そのカズちゃんカップっていう地ぬつり大会っていうのは、まあ、それにそう参加してたんですけど、もう朝まあその湾内の磯に渡すというかで、まあ地ぬつりだったんですけど、その時にもう朝上がってからすぐぐらい終わったのかな、もうでもすぐまあでも釣りする時でも雨降ってましたから、パラパラね、まあ、ザーッというまあ降ったか、降った時もあるけどまあ当然ね雨が、一日中もう、なんていうか、まあ、回収時ぐらい、回収12時だったかな、うん、でも 4,5 時間ずっと雨濡れてたんで、まあ、洗濯してそれそのまんまといった感じです。でそこから移送にも行ってないから、まあ、洗濯してこのままこう置いてあったといった感じです。まあ、収納してもいいんだけどさ、収納するとこの変な型がつくから、まあ、一回着てからでいいんじゃないかなっていううん、あの適当にあのビニール袋なんか入れるんだけど大体ね。で、まあ、この質問されてる方の、まあ、もう一つというか、まあ、普段のじゃあなんてご手入れ方法はっていう、まあ、ことと思うんですよ、まあ、さっきは洗濯の方法じゃないけど、で普段は基本洗ってないです。洗ってない、あよほどなんか汚れたなみたいな時しか洗ってないです。もう例えば塩かぶったとか、ちょっと向かい風で負けをね結構こう食らったじゃないけど自分にね食らったとか、そういうのでもない限り、まあ、そんな洗わないですかね、まあ、3,4 回に1回洗うかなぐらいの感じ、あのその汚れたなっていう時がね、あとはだからズボンだけ洗ったりする時もある、この裾が汚れやすいじゃないですか、塩かぶったり回収する前っていうのかな、あの要はバッカンとか洗ってたりしてこうズボンが結構こう塩水かぶったじゃないけど、かぶるというか、まあ、浴びたというかちょこちょこで、そういう時は、ズボンだけ洗ったりすることもあります。だからあんまりこうなんていうのかな、しょっちゅう洗わないって感じで、まあ自分は暑がりだからあと汗かいたなっていう時ね、うん、あるんですよ当然あのちょうどね調整が効かないぐらいの温度っていうのかな、太陽が出てなんかこうこれ着てたら暑いんだけど脱いだら寒いみたいなね、まあ、そういう時いろいろ自分のね暑がりだから調整が大変なのよ。だからこう細かいなんかこうちょっと薄いトレーナー持ってったりとかいろいろ調整してるんだけどね、自分の中で極力ちょうどいい気温でできるように、うん、で、まあその汗めっちゃかいたなっていう時はもちろん洗ってる時もありますけど、まあ、シーズン中ね洗わないことも多いかな、そんなにね、あとねそんなに磯に行ってないのよ、シーズン中だいたい3回ぐらい行くかな、冬なら冬のシーズン中に、ただほんと月1ぐらいしか行ってないのよ。そうだから3回行ったとしたら、だからさっき言った通りこう 2,3 回で1回洗うかなみたいな、うん、まあ、そんな感じでシーズン中意外とそのまんまのことが多い。で終わってまあ今度はね沖磯から今度はねのっこみちぬになってくる時もまだ3月だ寒いんで、まあ、これ着ることあるから、まあ、その時で洗うかなみたいな感じのことが多いです。だからしょっちゅう洗ってるわけで、ライフジャケットともそう、ライフジャケットもそうです、うん、同じようになんていうか、もうめちゃめちゃねもう洗ってすぐね、その1回目で汚れたとかあったらまた次も洗うって感じ。ただライフジャケットの場合はあの中身全部出して、あの洗濯用ネットで、洗濯機で洗ってます、うん、あれはねなんていうのか、まあ、こういうのも一応洗濯機で洗えなくはないんだけど、こういうのは生地的な問題がちょっとあるので、あまり洗濯機で洗うのはおすすめしないかなって感じあんまりね、あんまりおすすめはしないです、うん、ライフジャケットは、まあ、実際にはね、なんていうか洗濯用の表示を見ると手洗いしてくださいと書いてるんですけど、あれもこう生地がねこう普通にこう布みたいにこう伸びないのよ、ナイロンっていうのかな、ライフジャケットとかこういうのもそうだけど伸びないね、こうやってこういうの伸びるから洗濯機にそのまま入れてもこうね中でかき回されてこう伸び縮みするから全然大丈夫なんですよ。だけどライフジャケットの生地は伸びないんでね、伸びないから伸びたら伸びたまんまなのよ。でこれは伸びてもこう戻る力というか縮むけど伸びないのよライフジャケットとかね、はい、まあ、そんな感じです。そんな感じでいいですかね、はい、まあ、特にレインウェアの、まあ、お手入れ方法ということだったんですけども、まあ、そんな感じです、まあ、基本的にシーズン前に1回洗って、まあ、終わって1回洗うかなといったことが多いですと。で、時々ね汚れた場合はその都度洗うという
感じです。でもうこの防寒着、まあ防寒着もね一応ゴアテックスあるんですけど、それもあの洗い方は一緒です、全く一緒です、うん、必ず手洗いしてます、はい、そんな感じで、よろしいでしょうか、ということで、続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問というかまあコメントですかね、こんにちは、私は広島ですが、ここ数年コーンも持参していて、結構釣れるイメージです。練り餌より若干餌持ちがいいのと、フグベラ系にも強い印象です。サナギは確かにいい印象はありません、いい印象がありませんという、まあ、質問というか、まあこの何て言うの、以前ねあの大阪で何、て言うのかな、コーンとかサナギは使わないんですかという、まあ、質問に対しての、まあ、時のコメントで、来てたんですけども、広島の方でも、まあ、やっぱりサナギの方ってあんまり使わないのかな、うん、大分のチヌってほんとねなんかサナギであんまり釣れるイメージがないというか、まあ、実際ほんとね、まあ、前回も話したんですけど、あのサナギを使った、まあ、回るけどね、あのサナギの練り餌とかあるじゃないですか、食わない一回まで食ってないんだよ、うん、自分の中でテストとしてね、もちろんねあの製品として出してる以上、まあ、テストで食ってるはずなんだけど、今のところねサナギのやつはね一回もあのヒロキューもマルキューもややこしいね、合ってるよね、ヒロキューマルキュー合ってるね、マルキョー、うん、ややこしいね、あの大分ねマルキョーっていうスーパーがあるのよあるのよ、でしかもちょこちょこ行くのよ、ちょこちょこねだからあれマルキューマルキョーマルキューマルキューヒロキュー、あマルキュヒロキュみたいなよくあるのよあれどえ取っちゃったっけ、マルキュヒロキュえマルキョウ、まあ、いや違う違う違う、合ってるみたいな、はい、そんなあれですよ。で、まあとりあえずね、自分も本当ねサナギは、まあコーンは置いても確かに、まあ、釣れるイメージ、うん、釣れる感じがしますね。ただまあ確かに餌取りは、練り餌に比べて、まあその餌取りのあれによりますよね。うん。フグ系だったら、でもそのままコーンも食ってくるんですよね。だからあんまりこう、自分の印象として、練り餌とコーンだったら、まあ、なんていうのかな、あんま変わんない。アジもそうなんですよ。アジもね、コーン食うんだよね。うん。アジによるんだけど、その時によるけど、全然見向きもしないやつもいれば、コーンをつついてくるやつもいますし、持つかってやったらまあ持つんだけど、でもそれ練り餌でも同じことなんですよね。練り餌でもまあ、公衆魚レッドではちょっと硬いじゃないですか。食いしぶりイエローに比べて公衆レッドはちょっと硬めなんですよ。まあ練ればまたちょっと変わるかもしれないけど、大体そのまま使うと、まあ、公衆魚レッドはちょっと硬いんで、そっちの方がどっちかって持つかなって。ただフグだったら結局ね、どっちでもこうやっぱあれ目立つやつが好きなんだよね、結局コーンもさ黄色でめっちゃ目立つから、結局コーンもこうフグが食ってくるんだよ。ベラはちょっと分かんないです。ベラはねあんまり大分であんまりそもそもベラ釣れないよね。釣れます？どっか釣れるかな、最近ベラって釣ってないなみたいな大分市内ね、大分市内の話だけど、まあ要は近場で多分動画でもベラとか多分見たことないと思う。自分もだって釣った記憶ないから、そもそも。ベラ、最近ベラ見ないな。うん、そういえば。そういえばですけど。ベラ、です。大分県南の方に行ったら、なんかベラがある程度いるかなっていうイメージなんですよ。あと、寒大とかも多いんでね。ちっちゃい寒大とか多いんで。大分は寒大、大分市内も寒大いるんだけど、あんまりちっちゃいのって釣れないよね。こう中ぐらい、ただ30、40とかの寒大ってあんまり釣れないよね。どっちかというと釣るならもう70、80みたいなドーンとした寒大っていう感じのが多いんですけど、うん、まあそんな感じでございます。なのでまあ餌に関しては本当ねこれ難しい難しいですもうそんなねもうね何ていうか餌取りだけを避けてチヌだけ釣れる餌があるならむしろ教えてほしいみたいな、まあそれ誰でもそうかまあ、その時でこういろいろやってみてやるしかないんですよね、こういうのは本当に、うん、難しい。ただ大分は本当サナギは本当なんかねなんかいいイメージがないというか、なんか
チヌがバーンって食ってくるような印象がないんですよね。もう過去に何回も言ったけど、さ、あのサナギ、生サナギって売ってるじゃないですか。あれも直接つけてやったけど、一回も連れてこない。一回も。もちろんね、もちろん、あの、大分の人でも、いや、サナギで食ったよっていう人、もちろんいると思うんですよ。もちろんね。ただ自分はあくまでも、自分でやってる限りでは、いや、サナギはね、コーンはある。コーンはあります。あるんだけど、サナギはね、うん、まあまあそんな感じです。うん、なのでまあ本当に難しいですね。それに関しては。地域のあれがあるんじゃないかなというのがまあ一番大きいと思いますけども。まあオキアミだけは本当全国どこでもなんか食うっていう感じだよね。オキアミとネリエサはまあ共通してある程度食うんじゃないかなとは思ってます。うん、不思議ですね。そうそう、いや、サナギだけなかなか食わないっていうのもね、もう他の地域は食うわけじゃないですか、ね、あのかかり釣りとかでも何もだってサナギを使ったりするわけじゃないですか。なのでなんで深瀬だとっていうか、まあ特に大分、ね、まあ、かかり釣りがそもそも大分少ないか、うん、まあ釜井の方に行ったらね、あのイカダありますけど、かかり釣りしてるの見たことないですもんね。一緒に行ってるってやってる人はいたのはいたんですけど、ただ本当にこう見知らぬ人でイカダに行ってガチでこうやってる人って見たことないんですよ。どうない、うん、です。まあまあそんな感じでございました。よろしいでしょうか。ということで、今日の質問コーナーは以上でございます。また質問とありましたら、今日なんか噛みまくるな。質問とありましたらコメント欄の方に、書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。